ここあれだ。今カードを集めてるじゃないですか。じゃなくてもう一つの方の石集めの石を持って入ると、保護のルーンについて何か知らないか。空路の地脈の容積に保護のルーンが刻まれている。この町の繁栄も地脈に関係がある。この町の混乱は最近ひどくなる一方、地脈に何かが起きている。ルーンを探しに行くなら同行しよう。この医者、使える。地下水道のさらに地下に容積が眠っている。というわけで仲間になりました。ぬかさんってどういうパラメータ？妖魔なんだよね。種族は妖魔。水撃銃、レーザーナイフ。玄武の一撃とか、妖魔の剣。まあ、せっかくだから、ちょっと妖魔入れてみますか。これで全種族を使うことになるんで、ちょっと一回リュート外そう。リュートと入れ替える。リュートめっちゃ強くなってきたけどね。残念ながら、一旦おさらばで 弱。やっぱ初期状態で仲間になるんだな。じゃあちょっとぬかさん、ぬさかーんか。ぬさかーん、装備を整えてやっていきましょう。というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアブルー編、続きをやっていきます。今回は若津に行って剣をちょっと取っていきたいと思いますので、これ以外で若津行きましょう。就任どうしましょう。若津へおいでになりたいならば、若津の人を最低1人連れてきてくださいと。俺は若津の人間だ。トリニティによって滅ぼされた若津の亡霊たちを慰めに行く。トリニティってどういう組織だ？ちょっといまいちわかんねえ。で、骸骨に話して船を待ちな。若津。これ亡霊かな？こっちだ。ゲイさんについていこう。あれ、すっげえ変な敵がいるんだけど。バルカン。メガトビー100式。100式ってさ、なんか めっちゃ意識してない？まあいいけど。デトラメランチャ。結構強え。太陽返しで終わりだ。メカトビー100式エネルギー充填完了。これ何なの？で、ヨーマはヒットポイント、敵と戦おう。ヒットポイントと技ポイントは戦闘で上がっていくんですけど、基礎パラメーターがあれなんだよね。この妖魔の武具に倒した敵を剣に憑依させる攻撃ということで、これでとどめを刺すとモンスターの能力をなんか吸収できるのかな、なんかそんな感じなんで、それで基礎能力を上げていくと。まあ当たり前だけど、強い敵を憑依させた方がパラメータは強くなるっていうシステムですね。で、妖魔は今こいつ剣しか持ってないんだけど、なんかもっといろいろ種類もあります。なんかコテとか。まあ、要は妖魔武具が種類は何個かあるんで。あ、こいつ戦うんだ、普通に。げ、強そう。こいつはリッチとかさ、なんか普通に強敵でしょ。神速三段突きを使おう。妖魔のペンいけっかな、リッチ。吸えるかな。デスグリップ。死ぬわけじゃない。神速三段突き。全力で死なないか、やはり。ミス。ヒットポイントがいくつあるんだろうね。それがわからん限り、ちょっととどめを刺さなきゃいけないっていうのがあるんで。5とかさ。やべ、魅了された。てか、音も強えんだけど、普通に。倒した。で、吸収しました。初憑依。で、どれくらい強くなってんだ？
まあ、音ももう弱くはなかったんで、これどうやって見るんだろう。筋力と知力だけなんだけど、まあいいか、別に剣使ってるからね、うちの医者は武闘派の医者だから。ゲンさんどこ行った？ちょっとわかんねえんだけど。で攻撃、ブレードがあるね。いや、やはりね、あのリッチを吸収した方が良かったかな。てかさ、技は覚えんだっけ。これ多分自分が技覚えないと技つけらんないよね。てかもうつけらんねえし、剣とか灰とか。あ、覚えてねえわやっぱり。どっちだこれ。あれ、宝箱ある。あ、いける？いけない。右から行けばなんか宝箱取れそうじゃん。あそこから入ろう。どこ？ここ？ちょっと宝箱はでも回収したいんだよね。妖魔のコテを手に入れたってそういうもんなの？装備するのかな？え？わかんねえ。あ、覚えてる。よし、これで2つ憑依できる。今トリケラトップスね、憑依させてる。能力値ボーナスは筋力20、丈夫さ20。ヌサカーン武闘派双竜刀、これは刀だよね。どんくらい強いんだろう。ルーンソードよりはさすがに弱いと思うけど、41刀技か。え、村雲より強くね。じゃ早々にさ、とりあえずここ来てさ、これだけ回収して帰ってくっていうのもありだよね。着いた。3本の剣とウサギともののけの影が交互に浮かび上がる。すべての影を剣に揃える。準備はいいか。はい。でこれね、音が鳴るんで、その音に合わせて、ほら、オッケー。これで剣ゲット。ゲームで、あとは剣聖の間が今のとこだったんで、もう一個間があるんでそこへ行きたいけど戻された。もう一回若津へ行くか。リッチを吸収したけど、やっぱり知力系だね。知力42とかすげえ。ただ俺は脳筋型なんで、ちょっと脳筋用のモンスターを憑依させたいと。着いた。ここは剣心の間だ。優れた剣士には剣心から剣が授けられるという。だが俺は、これは俺に何をしろというんだ。これは流星刀か。ゲット。攻撃力55、今ルーンソードが50なんで、それよりは強い。ミリオンダラーこういう能力では、次なるカードを求めてヨークランドへ行きましょう。でここに、なんだっけ、なんとかのカードがあるんだけど、ちょっと情報収集をしながら、タバコの泣き捨ては罰金よ。あ、そうだ、酒がなんかあれなんだよね、盛んに作られてんだよね。灰か、灰のカード教えてくれ。カードを探している。一杯飲ませる決まり、トリニティンで最高級。隣の蔵が詳しいで、で酒を飲み歩いていくと、何個やるんだっけ、なんか5杯くらい飲む気がした。隣の蔵で、どんどん隣の蔵を回っていく。で今すぐ新種さん、主神さん、ここからは沼地の奥に行く。
で沼地がこっちで、酔っ払ってるんで足元がめちゃくちゃふらついてると。あと敵が強かった気がする、普通に。ここまあ歩いて慎重に行けばそんなにって感じ。ほらクラッケンとかさ、見た感じ強そうだもん。酔いが回る。うおー、こんなんだったっけ。しかもあ、ロボはでもないのか。できればこいつ吸い取りたいけどね。集中連射でいくか。ミストか。いったーガン。けこれ調布とかさ終わった。行かれてる。慎重に行こう。多分数歩ごとにランダムであれなんだな、一歩ずつずれる感じだな。また同じとこで当たったよ。またクラーケンかよ。やっぱこれ無理ゲーっぽいな。ハートがやばいんだよね。こいつ吸い取りてえけどちょっと無理だよな多分。集中連射長弾とか普通に欲しいんだけど。いやこれ何もできねえ。退却できねえし。200200。痛い。ひどい。メイルシュトローム強すぎだろ。どうなってんだよマジこれ。痛い。ちょっとブルー LP 低いからやめてくんないかな。めちゃくちゃ攻撃してくんだ。やられた。ヌサカン一人ってどうしろっつうの。触手1。酔いが回る。またか。やばいやばいやばい。ブルーの LP が。てかさ勝ち目出んだけど。痛い。300。死んだ。え無理ここ。でちょっと思い出したんですけど、そういえばこうやって今何もコントローラー動かさないで酔っ払ってる状況なんですけど、この酔っ払って移動した時にはなんか敵が感知する判定がないはずなんで、まあ、それをちょっとうまく駆使しつつ、ここはノース戦闘でちょっと進んでいきたいと思います。ほら無事突破したぜこんな戦ってらんないよマジで。というわけでこれで灰のカードをゲット。灰のカードゲットしたんですけど、もう一個の IRPO にあるカードが多分今の戦力だとなんていうの、ドラゴンと戦わなきゃいけなくて、そのドラゴンを倒せないと思うんですよね。なのでまずは戦力強化をちょっとしようと思います。というわけでクーロンに戻ってきて、まあ、どこに行こうかなというとこなんですけれども、特に行くところもそんなないんで一回オウミに行きます。一応サガフロってそのセオリー的なものを話すと、なるべく戦闘回数を少なくして進めていかないと敵がどんどん強くなっていっちゃうんで、まあ、戦闘しないでね、進めるっていうのがポイントではあるんですけど、でもなんかそれってね、ゲームやっててちょっと面白みがどうしても欠けちゃうんで、まあ、普通にやっていきます。でここの領主の館にメサルティムがいるんで、まあ、それを仲間にしつつ、まあ、敵を倒していきましょうといったところですね。でこの扉の奥かダンジョン。うわ強そうだ普通に。で今メカがちょっと火力不足になってる。でこのラバーウォーみたいなやつ吸い取れねえかな。でとりあえず固定だな今のところ。先に骸骨は倒して、ああなんか覚えた、ツバメ返し。これってあれカウンター技
ントが分かんないとね、そのどれくらいで吸収できるかっていうのが目処が立たないから。逆風の太刀1800、そりゃ死ぬよ。まあいいや。で下に降りて、お、ヨウマの足も手に入れたな。不足、こうやって3つつけられますね。てかめちゃくちゃ偏ってんな。腐った肉何に使うんだ。こっちにも宝箱ある。こいつ吸い取れんのかな。とりあえずやってみよう。今マジで力に偏ってるかな。死んじゃった。一旦で倒せるってことは誰か一人防御させればなんとかなりそう。ジェットブーツで、ここにイカがいるんでこいつを倒さなきゃいけないんだけど、クラーケンとどっちが強いんだっけ。こいつもね、吸い取りたいっちゃ吸い取りたいけど怖いから全力でいこう。でデュエルガンは弾がないんでどうなんだろうね。その弾のあれがよくわかんないんだよね。長風も使っていく。十字バルカン収束3段付きで3000で4000当たれたでしょ。で5000、6000、7000くらい。メールストローはまだ耐えられる。エミリアが死んだけどまだ生きてるか。これで倒せんのか。なるほど、それに合わせてちょっと吸い取らなきゃいけないからね。でここに宝があるんだけどこれ罠なんでちょっと無視する。でここにメサルティムがいます。で上級妖魔を一人連れているとなんか仲間になるのかな。高貴なるお方、まあ、一応仲間にしよう。メサルティムで、メサルティム自体は多分下級妖魔なんだろうね。でただメローリング、これで生命の雨を覚えられるんで、まあ、貴重っちゃ貴重なんだけど一回も使ったことないんだよね俺。覚えたことがない、そもそも。でちなみにこのイカ復活するんでちょっと一回吸い取りたいは吸い取りたいよね。よし吸い取った。ちょっとこれで見てみよう能力を。技術ヌサカーンでオール8か。バランスはいいっていう感じだねって。そんなに強くはないな。1234568648か。これ偏ってるからね。トリケラトプス筋力と丈夫さに、まあ他に確かに運動性とかも必要っちゃ必要なんだろうな。まあいいや、1個だけデビルテンくらい入れとこう。じゃあ一番奥まで来たんで帰りましょうか。ここはただ戦力強化を図っただけなんで。じゃあまたこいつ倒して帰りに。でメサルティムをちょっとムサカーンと入れ替えました。まあ、せっかくだからね使っていこうということで。まあ、ただこいつをやりきれるかどうか、戦力的にはほとんど落っこっていくだけだからな。で長弾をいつの間にか覚えたんでエミリア長弾をちょっと覚えよう。あと2丁拳銃が欲しいんだよね普通に。まだないからバルカン長弾3000。よし超3弾付き、すごい3弾付きが出た。7000補助しかないから。ベイルシュトローマ効かないっしょ。効かない。苦しんだ。で、まあ、ちょっとこの戦いが終わったらなんですけど、あ、一回これ使ってみよう。攻めの雨で長弾はもう弾がないからアグニに変えて十字効果、十字バルカン、リーサルドラグンがちょっと1本欲しいなマジで。何もわからん。あのプログラムでね T260G 多段切りをちょっと覚えたんで剣闘マスタリーとつけて剣装備させていこうかなと思います。ちょっと今射撃マスタリーをつけてるんだけど、まあここ登りきったらまだもうちょっと敵がいるんで
ステータスとか装備とか見直しましょう。で、モンキーライダーをね、吸い取ったんだけど、これ結構よくね、全部10じゃん。まあ、全部かどうか知らないけど、ヒットポイントとかないから、ヒットポイントボーナスとかつくやついいのかな、まあ、バランスがいいんで、で、コテも手に入れたんで、ちょっとモンキーライダーいたら吸い取っていきたい。モンキーライダーしかも弱えし、敵としては。というわけで、再びクーロンに戻ってきて、今の状態はこんな感じですね。装備を見ていきますか。T260 はもうかなり買いました。剣主体で行ってます。で、メモリーボードは3つかな。で、防具が1つ。盾も一応持たせてます。で、剣闘マスターリーに多段切りをつけて、多分多段切りを中心にやっていく感じになろうかと思います。多分、全体攻撃がなくなっちゃったんで、その分、ゲンさんとかがね、あれ、烈風見切りとかいうのいつの間にか覚えてんな。いや、いらない。で、まあ二刀烈風もいらないかな、今思うと。あの、ミリオンダラーがあるんで、ミリオンダラーが強いと思うんですよね。で、二つ開けとこう。技を覚えるために。で、メサルティムが全然ない。これ、モンキーライダー憑依して、コテ何も憑依させてないんで、ちょっとつけたいっちゃつけたいよね。で、攻撃の手段がメサルティムないんで、ちょっと考えないといけないですね。で、エミリアは、まあ、全部ついてますけど、拳銃に関しては、戦闘後に覚えるんで、まあ、多分全部つけてても問題ないでしょう。で、長弾が多分一番強いんだけど、今のところ。で、二丁拳銃がないから火力が出ない。で、ブルーは、まあ、調布を使っていきますというところ。で、リーサルドラグーンが多分買えないんで、リーサルドラグーンをちょっと買ってから行きたいね。だからもうちょっと金策するか、どうやって？もうよくわかんないから、とりあえず IRPO に来ました。で、IRPO でやることに関しては、盾のカード。なんでこの3人なんだ？ヒューズ。パトロール活動に協力する。ムスペルニブルに行く。ルージュ来なかった。来てはいません。で、一応ヒューズここで仲間になります。うん、まあちょっと使えないけどね。で、ここの山は横道があってドラゴンがいるんですよ。で、こいつらを倒せる実力が欲しい。多段切り、とりあえず赤龍から倒そう。ミリオンダラで、ゲンさんの攻撃力上げよう。全体射撃よりはマグニーの中時砲火で行こう。で、調布1400か、まあまあだな。やばい、石化する。死んだ。いや、銃が弱いんだよ。だからミリオンダラ強い。火炎、安全、500とか。よし。で、問題はこっち。で、新速三段突きでいこう。で、長弾は、一回デュエルガンで撃つ。で、スターライトヒール。で、蘇らせよう。よし、1000超えてくれればね。ファイヤーバリア。やばい、 LP だけ減っていく。新速長弾4000か。で、多段切りでしょ、新速でしょ。で、ちょっともう生命の雨を使おう。で、デュエルガンは弾がなくなったからアグニで長弾で攻撃していく。よし、3連携。よくわかんないけど6000、7000当たったな。こいつ長風で結構耐性がある。だんだん100とか。え、メサルティムのさ、雨ってさ、蘇るのかな。ちょっとスターライトヒールでゲンさん完全に回復してよ。1300いくよね。500とか。スターライトヒールやっといてよかった。ゲンさんが蘇らないとかだった。ただし、ヒットポイントが低いからな、何かを食らったら死ぬので、もう一回メサルティムを蘇らせる。よし、多段と新速三段が入ると5000。石化ガスはちょっと怖い。死んだ。
回復は常に入れとこう。メサルティムまだちょっと余裕はある。 LP 大して回復しないでしょ、ほら一応復活するね。 OKOK、 悪くない悪くない。あと1回くらいだな使えて。ちょっと LP 的にダグニがやっぱり低いんだよな。ここは攻撃に走ろう。デスクリップは LP。 ちょっとメサルティムの LP 削られるの痛いんだよね。ロサリオンインペール、覚えたけどこの戦闘勝てるか。 LP2 しかね、ちょっとやべえな。ロザリオインペールの方がまあ強いよね、普通に考えて。ヨガの固定吸い取れるのかこれ。攻撃ある涙もここからは角痛い。だが大丈夫、ゲンさんが生きてればなんとかなる。よし倒した。犠牲もでかかった。帰りて、二丁拳銃ようやく覚えた。これメサルティムちょっと下げよう、入れ替え。もう LP1 しかないからデュートにしよう。でいっか、とりあえずあるものでデュート済ませよう。普通にルーソード余ってるからね。盾装備させるやつある？ない。でプロテクターが10か、あんまり強いのないな。プロテクターこれ、アーマーグラブ、ジェットブーツ、まあ普通で、ここの宝を漁ります。まず1000円、 OK。 ロードスター、結界石、ゴールデンフリース、よくわからん、オクトパスボード、あこれメカのボードじゃん、クリスナイフで、ちょもう何が何だかわかんないんで、まず手に入れたのがどれだ、ない。どれ手に入れたっけ。あここからか、ロードスター普通に剣だし、でゴールデンフリースが麻痺耐性、睡眠耐性、オクトパスポートが猛虎プログラム、タイガーランページ、メールストローム、なんか強そうだな。でクリスナイフ、防御力は3か。ロードスターの51っていうのはかなり強いな。とりあえず言うまでも変わんなくね、ルーンソードと対して。ブレイブハートがいいのかな。でプロテクター結局全部こいつに装備させるわ。ゴールデンフィース28、いやそれはさすがにもったいない、弦に装備させよう。あれどこだ、装備できないとかある。あゴールデンフリースかこれだと、トツが下がるな。まあいいや、でメモリーを追加、メモリーボードからどこだ、オクトパスポート、ヒットポイントむちゃくちゃ下がんな。筋力、運動性、集中力が上がる。ヒットポイントを犠牲にするか。まあそれでも700あるからね。よしこれでいきましょう。あれなんかスザクがいる、こいつなんだっけ。なんか仲間にできた気もするよね、なんかわかんないからいいや。さて頂上、ここでこの花かで、スザクが来ます。こいつ炎まとってるよね、ちょっとなんか怖えな。まあ一応全力で最初は行きますか。ブレイブハートって何、胸に宿る勇気を心の力に変える、攻撃力上昇、よくわかんねえ、烈風剣にしとこう、反撃食らわないように。で一回デュエルガンの方で長弾を打っておこう。調布効くこれ、2400、ファイアバリア300か、少ないだな。長弾が2400、いいね、
火力がめちゃ出るようになってきた。 F 空剣超風、おお、全員1000超えてるよ。このまま押し切ろう。でデュエルガンがなくなったからアグニで長男火炎放射あんた500とかファイアバリア死ぬ、死んだ。ロザリオン・ニケールは反撃食らってないよね。なんか何の音、ピロリロリロリロンみたいな音がしたけど、これは攻めるしかない。このままリフレクト、ロザリオ長男、結構強いなこいつ。あ、倒した。いや、なかなかきつかったけど、だいぶ戦力の底上げにはなったな。円柱の皮やった、ご苦労さん、これは約束のものだ。てかさ、カードって何、こいつらが持ってんの？しかもさ、何枚もあんの？このカードシステムが謎なんだけど。さて、これでアルカナ太郎、秘術の資質を得た。そんなわけでまたクーロンに戻ってきて、次はですね、時の術、呪術っていうのかな、の資質を得るために、やっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。